っちゃい頃から夢だったプロサッカー選手ということを金沢で実現できたことはすごく大変嬉しく思います。中盤での球際の強さであったりアグレッシブなプレーというのは多分評価されたと思います。複数の J クラブで練習参加させてもらったんですけど、その中で一番練習の雰囲気だったり、トレーニングのクオリティというところでは金沢が一番高かったと思ったんで金沢に決めました。金沢は 4-4-2 でアグレッシブなプレーなんで、そこは自分に合ってると思いました。球際の強さは、どこの練習参加に行っても通用したと思いますし、ロングフィードであったり、縦パスであったりは、自分の長所なんで、そこはしっかり評価されると思います。より厳しくなると思うんで、しっかり結果を出さないといけないんで、まずは結果にこだわってやっていきたいと思います。綺麗にサッカーするんではなくて、やっぱり勝利にこだわっているところだと思います。広告の先輩である島津雷生君が言ってて、やっぱり高校でもうまかったんですけど、やっぱり金沢に行ってよりうまくなっていたんで、金沢では成長できるなと思いました。プロの厳しさっていうのをやっぱ教えてもらいました。自分は球際は多分絶対負けないっていう自信あるし、もっとこう配球であったり縦パス、スルーパスでチャンスを作れるようなようになってくれば、もっと上にはいけると思います。だったりやっぱりシュート、やっぱ中盤なんで、もう攻撃にも絡んでいかないといけないと思うんで、シュートやスルーパス、ちっちゃい頃から僕空手やってたんで、そこでやっぱり対人であったり、ちっちゃい頃から体幹や筋トレっていうのをやってきたんで、それがやっぱりつながっているかなと思います。中学校は足元があんまなかったんですけど、高校に来て、足元は身につけたり、戦術であったり、サッカーの、技術をより高めれたと思います。ずっと中学校からセンターバックでプレーしてて、で高校に入っても、ずっと初めはセンターバックだったんですけど、高校2年生ぐらいから、ボランチになって、最初は全くやったことなかったんで、いろいろ他に聞いたりしてやっていったんですけど、監督が何よりこう自分と向き合ってボランチとしての役割っていうのを指導してくれて成長できたと思います。もう1年生からもうずっとガレパンしてた。メンタルの強さも多分身につけたと思います。あんまり表には出ないタイプだと思うんですけど、やったらできるみたいな、あんまり自分から表には出ない感じですかね。映画見たりとかですか。アクション系が好きです。アニメの実写版とかそういうの好きです。すごく居心地良かったですし、ご飯にも連れて行ってもらって、すごく新鮮な料理がいっぱいあったんで、すごく美味しかったです。いや、ないっすね。もう覚悟は決めてるんで大丈夫です。塩龍也とは、ずっとセンターバックで組んでて、やっぱりすごいと思いましたし、中学校の時はやっぱこういう選手が上には行くんだなと思ったんですけど、自分もプロになってで、お互い高いレベルでできるなと思うんで、これから、ライバルですけど、もっと自分が結果出して上に行けるように頑張っていきたいと思います。負けたくないです。自分はセンターバックからボランチになったんで、ポジションは違うですけど、龍也は代表とかアンダーカテゴリーの代表に選ばれて上には行ってるんで、自分もいつか日の丸背負って戦いたいと思います。だいぶでかいと思います。家族は、自分が例えば、練習で怒られたり、へこんで家に帰るときあったんですけど、そこでやっぱりサポートしてくれて、自分のメンタルの部分とかをやっぱり支えてくれた家族のおかげだと思います。自分は広告でキャプテンやってて、やっぱりチームメイトの支えがなかったら、ここまでやってこれなかったと思うんで、チームメイトには感謝しかないです。自分はやっぱりさっきも言ったんですけど、あんまり表に出ない感じなんで、やっぱりプレーでチームを支える、プレーでチームを助けるようなキャプテンだった。ただ正直悔いしか残らなかったです。やっぱりチームのまとまりであったり、最後 そのワンプレーの質であったりっていうのがやっぱり低かったと思います。まずは自分たちが最後笑って終われるように悔いなくやりきりたいと思います。正直リーグでもあんまり勝てない時期があったんですけど、その時にこう一人一人がこう意見を出し合ったりして、夏からどんどん一人一人が変わってきたと思うんで、そういうコミュニケーションっていうのは絶対新チームだってからは上がってたと思うんで、そこがチームが良くなったところだと思います。
個人としては、まあ、チームのために戦うってことを、まあ、こう新チームになってからどんどん高めてきたと思いますし、まあ、自分のプレーでチームを助けれるように頑張っていきたいと思います。選手権は、まあ、高校生最後の大会ですし、まあ、最後まで、まあ、残って決勝まで行きたいとは思いますけど、まあ、絶対に、まあ、勝たないといけないですけど、やっぱり自分たちが一番楽しまないと、まあ、いけないと思うんで、まあ、楽しみながら、まあ、楽しんでチームが勝てたら一番いいと思います。一番強いと思います。今2年生が結構チーム出てるんですけど、まあ、3年生がやっぱり出てない分、そうやって2年生とか1年生のその下の学年にやっぱりサポートしていけるメンタリティっていうのをやっぱり大切にしていかないといけないと思います。試合に負けて、まあ、自分はキャプテンなのにやっぱりチームが苦しい時にやっぱり声出してなくて、まあ、自分の責任でもありますし、やっぱり監督もこうチームのためにこう向き合ってくれて、まあ、8時間っていう長かったんですけど、まあいいものになったと思います。3年生がまあ本当に変わったと思います。今までやっぱり3年生は試合に出たくてしょうがなくて、やっぱり出られなかったりしたらやっぱりもういいやみたいなやったんですけど、やっぱり2年生が多く出てる中、あのミーティングの後はやっぱり3年生が積極的に2年生に声かけたりっていうのがあったり、まあ、プラス自分もしっかりアピールして、まあ、試合に出たいっていう気持ちがどんどん出てきたんで、まあ、チーム全体として上がってきたと思います。 J1 なんですけど、まあ、やっぱり龍也とかまあ、凪とかには絶対負けたくないですし、元同じチームメイトなんで、で、まあ、J2 やったり他の高大連の中でも、まあ、あんまり知られてはないと思うんですけど、やっぱり同じ高校の同じ年代なんで、同じ年代の選手には絶対負けたくないですね。バルセロナのセルヒオ・ブスケツ選手は僕が一番好きです。どのエリアで受けてもやっぱり冷静でゲームを読む力がありますし、まあ、チームのために走って守備をするところも、まあ、自分とちょっと似てるかなと思うんで、守備はまあプロでも通用すると分かったんで、まあ、攻撃のところをもっともっと高めていければ、まあ、攻守において存在感というのを出していけるかなと思います。まあ、目標はまずはしっかり試合に出ることと、まあ、アシストであったり点を決める、まあ、結果をまあ示すところで、まあ、将来の夢はまあ世界で戦えるような選手になっていくことです。1年目からどんどん試合に出る準備をして、まあ、いつで出ても結果を出せるような準備をしていきたいと思います。自分はうまくはないんで、やっぱり泥臭くチームのために戦っているというところを見てほしいと思います。チームのために戦えるような選手です。広告高校の東條祐介です。1年目からしっかり試合に出るようにチームのために泥臭く頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。